佐伯咲子です。よろしくお願いします。今、ジャケ写撮影の前にお昼ご飯を食べに来ました。今、クレール平田というところにいるんですけど、のカフェ、海樹カフェっていうところに行きたいと思います。ちょっと今日日曜日なのでめっちゃ混んでると思うんですけど、海賊のぬいぐるみとかが売ってます。すごい、私なんかこれもらったな。それかもらいますよ。よかったら買ってください。かぼちゃ、あ、かぼちゃだ。すごい、あ、もうあれだ、もう無理だから。なんだっけこれ、あ、ほおずきね、ほおずき海津の牛乳、これが気になる。塩トマトソーダ、これが気になる。トマト丸ごと入ってる。固めのプリン、いいな。だいぶ迷う、めっちゃ迷う。どうしよう。サラダプレートとミニ怪獣スープのセットとなっております。で、こちらのドリンクが、季節のフルーツのお酢のスープ、ビネガースープじゃないビネガージュースになってまして、何が選べたんですか。私は梅を選びました。よく混ぜて飲んでということなので、いただきたいと思います。いただきました、怪獣カフェさんね。はい、押していただいたので、あと何個ですかね。19個を食べます。バイバイ。あ、そうだ、皆さん3周年ライブで披露する、ソロの CD が、発売するので、よかったら皆さんお手元にどうぞ。初回で、色紙に絵を描いてちょっとメッセージ入れて、つけるので、よかったら買っていただけると嬉しいです。カルベラーってご発揮。はい、鳥大将さんでも反抗していただきました。私はシャワーペーパーとほろ酔いのクリームソーダにしました。ピーバー、あ、これワインです。